ダニーロ・ディ・リューカは、イタリアのアブルッツォ州、ペスカーラ県のスポルトーレ出身の自転車プロロードレース選手。1998年プロデビュー。2005年、UCI プロツアーの初代王者に輝いたほか、2007年のジロでイタリアで総合優勝を果たしている。たびたび見せる切れ味鋭いアタックから、ザ・キラーの異名を持つ。1997年の U-23 ジロで、 イタリア優勝の実績を手に、1998年にリゾスコッティでプロデビュー。1999年のジロディ・ロンバルディアで2位に入る活躍を見せ、2000年にはジロディ・イタリアでステージ優勝を飾る。2001年にもジロディ・イタリアでステージ優勝し、秋のクラシックシーズンにはジロディ・ロンバルディアで優勝と順調に力をつけていく。 しかし2002年に移籍したサイコでは怪我などのトラブルに見舞われ、クラシックレースでは上位入賞こそするが、なかなか優勝できず、グランツールでも2002年のブエルター・エスパーニャでのステージ優勝程度しか実績を上げられなかった。しかし2005年から新チームのリクイガスビアンキーへと移籍すると、アルデンヌクラシックのアムステルゴールドレースとフレッシュワロンヌを制し、さらにジロでイタリアで、 ステージ2勝を挙げて、総合でも4位。バスク1周でも総合優勝を果たす活躍を見せ、UCI ワールドカップに代わって施行された、UCI プロツアーの初代王者に輝いた。2006年は、ジロでイタリアの総合優勝を目指したが、調整に失敗して会に低迷。クラシックレースでも結果を残せなかった。だが、シーズン後半のブエルター・エスパーニャでは復調の兆しを、見せ、 第5ステージで優勝を遂げた。2007年はアムステルゴールドレースとフレッシュワロンヌで3位、リエージュバストーニュリエージュで優勝と調子の良さをアピール。その勢いで臨んだジロディイタリアではステージ2勝に加えて念願の総合優勝を果たした。しかし、イタリアチームのメンバーとして参加予定だった世界選手権直前の9月27日に、 イタリア五輪委員会からホルモンデータに異常があるという理由でドーピング疑惑を指摘され土壇場で出場を断念する事態になってしまった上10月15日には3ヶ月のレース出場停止処分を受けてしまい UCI から総合トップに立っていた UCI プロツアーのポイントも剥奪されるうきめにあった2008年からはリクイガスとの契約が切れたことを受け 新天地であるプロフェッショナルコンチネンタルチームの LPR ブレーキに活動の場を移した。2007年末から係争中だったドーピング疑惑については証拠不十分として2年間の出場停止処分を求めていたイタリア五輪委員会の訴えは裁判機関により退けられ疑いが晴れた。これによりジロでイタリアの出場も可能となり2007年に続く連覇に挑んだ。 三学ステージの第19ステージでは、下りでパオロ・サボルデッリと共にメイン集団から飛び出し、その後差を広げゴール。苦手なタイムトライアルでつけられていた総合タイム差を大きく縮め、総合主位のアルベルト・コンタドールに21秒差まで迫ったが、続く第20ステージでは、前日の果敢な走りが裏目に出てもルティローロ峠で遅れを取り、個人タイムトライアルの最終。 第21ステージでも挽回できず、最終的には総合8位となった。2009年も LPR に所属。ジロでイタリアでは、最初の3頂ゴールとなった第3ステージをロングスプリントで制し、さらに第10ステージも制覇。第4ステージから第11ステージにかけて、マリアローザを獲得し、その後もデニス・メンショフと熾烈な総合争いを演じたが、41秒。 及ばなかった。それでも、総合2位に加え、初のポイント賞を獲得する活躍を見せた。その後、同年7月22日、UCI は自路期間中の5月20日と28日のドーピング検査サンプルから、セラの陽性反応があったと発表した。2010年2月1日、イタリア五輪委員会はこの問題を受け、ディルーカに対し2年間の出場停止処分と28万ユーロの 罰金を課した。これに伴い、ジロでの総合2位の成績及び、ポイント賞は剥奪されることとなった。これに対し、ディルーカ自身は容疑を一貫して否定し続けていたが、後にこのドーピングを認めた。2011年、出場停止明け後にチームカチューシャへ加入。2012年、アクアサポーネ2位席。2013年、チーム解散により、フリーとなる。4月、 B にファンティに接ってイタリアと契約。ありがとうございます。